こと。ケムです。ケムします。今日はですね、以前ちょっとやってたマインクラフトの続きをやっていこうと思います。イェイ。イェイ。ちょっと映って。はい。スペシャルゲストとして社長を。お願いします。お願いします。もうあの、ちょっといろいろ触ってもらってるんですけど。このスキンを作ったんですが、はい、ちょっと。なくなってしまってて、うん、今ちょっとなんか直そうと思ったんですけどちょっと時間の方がですねあんまりちょっとないのでちょっとお酒のおじさんでちょっと我慢していただいて今日はお送りさせていただきます。すいません、私だけいつもちゃんと好きに来てて。ではでは、一応この前まあお家もできて、うん、畑と牧場ちっちゃいの作り終わったんですけど、ちょっと3人暮らしするにはすごく手狭なお部屋なので改築したいと思います。イエーイイエーイ。では今ですね、ちょっと夜な夜な作業したお家をご覧あれ。ご覧すごい、こんな感じです。社長の上にそうなんです。なんせですね、ちょっと階段もこれでいいのかどうかをちょっと考えてまして、え、どう思いますか、この家。今、これが元々の家なんですよ。うんうん、もうこの屋根も取っ壊して、2階のスペースにさら地みたいにして、またこう柱立てて、壁作ってって、また屋根つけるみたいなのでもいいかなと思ったんですけど。どっちさら地にするんですか。それでいいと思います。それでいいですか。はい、そうしましたら皆さんでちょっと斧を持ってもらいたいので。持ちました。持ってますか、はい、社長持ってないですよねきっと。斧を今お渡しします。うん、斧斧斧。そう、この前死んだんですよね、そういえば。そうだっけ。石がないんだ。石俺全部取ったよ。なるほどですね。石がないと斧が作れませんね。あ、作業台あるんで2階に作業台置きますもん、早速。じゃあ作業台置きますので、じゃあご自身ちょっと作りいただくスタイルにしましょう。もう置きますね、ポンと。こちらが作業台、また作業しゃがんでるんですって。なんで置きんの。はい。でもあの2階から落ちないんで、しゃがんでる方が。あ、そうなの。でも作るときは1回しゃがんでるの解除しないと多分あの作業台使えないので。どう使うんですよね。はい。すごい不細工なんで。ちょっと見に行っていいですか。どの石を使うの。どうも。あ、瞳の色だけしっかりと片方の色。え、これどれで作るの。ですね、カーソルを R を押すと次のページ行くと思うんですけど。あった。そんな感じですね。あ、棒がないので棒を作ります。棒はもう一回 R を押してもらってもいいですか。あ、それの一番左ですね。それ丸で2回ぐらい押してもらっていいですか。はい。で、そしたらまた L で戻っていただいて、はい。はい、あれ木でいいですか。とりあえず多分今木の剣になってるので、はい、もうちょっとよく。あ、それですね。とりあえずじゃあ石がちょっと持ってなかったので、それ1個作っていただいて。いいでいい。はい。そしたら今もう持ってる。斧持ってます。したらですね、詳しい。はい。どこ壊すの。この、白い屋根の部分ですね。このカーソル合わせたのこれか。はい、ここですね。一回松明も取っちゃいましょう。ここ、あ、こすいません。めっちゃこどうやって叩くのこれ。あった、これか。ちょっとみんなでやると危ないですね、これ。もういいの、壊して。はい、壊していいです。あ、社長時間かかる。はい、社長はあの斧持ってないですね。あ、持ってないの。あの L でずらせますよ。あ、そうですね。それを、その白い四角をさっき作った今、あ、そうです。あ、こういうこと。いや、違います。もうちょっと L ですね。 L を持ってます。 L を3、2、もう1回です。今持ってるんですよ、右手に。壊せばいいか。はい、これでここちょっと早いです。絶対あるね。絶対ある。はい、すごい面白い。 あ、大丈夫です、ベッドあるんで。じゃあちょっと私石集めてこようかなって思います。じゃあここを屋根を取っていただいて。壊してきます。お願いします。私ちょっと石を、あ、いけないようにしちゃったのか。
はいはい、届かない。あ、落ちた。え、大丈夫ですか？遊んでるみたいになってる。ピコ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 。取れないんですよ。ちょっと石が欲しい。届かないんですよ、ここ最後。あ、届かないですか？うん、届かなければ、まあ土乗ってもらうか、なんか乗ってやってもらうかな。届いたよ。お、すごい。お、届きました。これ周りも壊さなきゃいけない。そうなんです。もうちょっと壊した方がいいですよね、バランス見て。1時間でお家は果たして出来上がるのか。今日は3人区だ。あ、ダメだ、これ壊しちゃダメじゃん。あ、でもまた壊しちゃダメじゃない、平らにするんだから。壊しちゃダメな場所です。ダメな場所。あ、でもまたつけれます。持ってるんで、その材料。でももったいないよ、材料費が。もう2段目までだけでいいんですよ、壊すの。2段目までですね。はい、はい、皆様、切り打ちで一度、はい、そうですね、お家に帰っていただくといいですね。1日経つの早いな、これ。そうなんです、意外と早くて。はい、寝れますよ。見えない、はい、あ、壊しちゃいました。壊した。ベッドあるんで、ベッド装着できますか？一番右の、はい、左。あ、まあ、いいです、いいです。向き違いますけど。はい、OK です。さあ、おはようございます。むずいね。おはようございます。かわいい。ちょっと立ち上がってる。ちょっと起きた、これ起きてます。起きてるんですけど、ずっとしゃがんでます。面白かったです、今。いいですね。くるって見たら取れなかった。気がない。ちゃんと時々見て。もう結構壊れちゃってるね。はい、平らになりました。平らになりましたね。まずこの柱の位置どう思いますか？初期と増築した場所なんで。そうだね、ここもっと広くするじゃん、全部。そうですね、はい、もうまずここ取っ払った方がいいですか？この柱。そう、成長した方がいい。そこ全部壊すよ。あ、待って、なんかいる。し、殺される。こんなゾンビじゃん。ゾンビいます。やっつけんの？やっつけます。ちょっと待ってください。あ、ナイス。横から。ありがとうございます。整地しよう、じゃあ。はい、整地します。私ここ、これ壊しちゃう、こっちの。お願いします。はい、そうですね、整地しましょうか。横っちょ、よいしょ。あ、やばい、ゆすぎて穴ぼこにはめちゃう。そうですよ、いつもの穴ぼこ埋めよう。はい、埋めてくださいね、落とし穴、怖いね。ちょっと暗いですよね。どれぐらいの広さにしようか。3人で住めるぐらい。はい、豪邸じゃないですか、すごい豪邸だよ、これは。もう草も、あ、また落としたんですか。木も濃いのが欲しければ旅に出ないと。濃い色ないんですよね、確か。石もっと欲しいですよね。一応石畳を置いてみたんですけど。石欲しい。石欲しいですよね。今ここが私の勝手な。待ってください。穴だらけなんです。あ、間違えた。すごい働いてるから。働き者だ。余計なところまで。働き者。Thank you.
よし、どうだ。素敵です。着替えた。臭くないんですね。よいしょ。あ、もう小麦がこんなにもできてる。素晴らしい。私の鳥小屋、家がもうほぼほぼない。パリピのお家みたいに、テラスみたいな。素敵ですね。社長くん、あれ社長どこ行った？あ、行った。なんかめっちゃ壊してる。働き物。はい、めっちゃ壊してる。これもう壁作りたいんだけど。壁作りましょう。じゃあ何色の壁？はい、何色がいいですか、壁は。ちょっとですね、今あの畑の畑を。これ柵が邪魔だよね。あ、取っちゃっていいですよ。でかくしたいね。大きい方がいいですよね。うん、色が違う。またサンプル置いてくださって見て。何色にしますか。あんまりこの濃い色がないんですよ、実は。これでいいか。どれですか。濃い。あ、それですね。探しに行けばあるんですけど。これにするって、これ。どれですか、これですか。サンプル。あ、こちらのお色でよろしいですか。はい、これを。かしこまりました。置いていきましょう。はい。扉の場所はこちらで正しいですかね。そこで扉はいいかな。もうこれ広くしようがいいね。かしこまりました。プロ。もう夕方じゃない。どれ。あ、本当ですよ。もう一日終わりましたね。囲ってからね、やばい。いや、大丈夫です。寝れば。起きてると来るんだ。起きてると来ます。やばい。湧いてきます、夜になると。うじゃうじゃと。もう準備早い。寝る準備早いな。あ、今また壊しちゃった。ちょっとしてあげてください。もう一個下じゃないとあの置けないですよ、ベッドは。そうです、荷物使うんで。もう一回寝るよ、俺も。はい、うん、あ、まだ、あ、離れすぎて。あ、寝れました。社長の方向が分かっちゃって。行けますよ、今。あ、もうちょっと近づいてあげると。あ、早くしないとゾンビ来ちゃう。よし。あ、いるゾンビ出てってんの、あの赤いやつ。あ、そうですか。あ、赤い。あれ、そうでしょ。そうです。怖い。あ、逃げた逃げた。よかったですね。ギリギリでした。追いましょう。はい。むずい。うわーってなる、これ。はい、よし。地道な作業なんで。地道な作業です。その辺りも全部、だって山切り崩したんですもんね、だって全部。ここら辺、全部こんな感じになってたんですよ。で、切り崩して、何回も死にましたもんね。モンスターにやられちゃうんだ。そうね、ベッドも持ってなかったんですよ。そう、ベッド、羊がいなくて。ベッドはどうしたの。あ、羊がいないと作れない。作れなくて。お、素敵ですね、お家。これ囲っていく。やっぱ違う。はい。あ、私たちのスポンジ店の塔まで囲っていただき。あ、すごい、家になってる。ちょっと戻ろう。あ、雨降ってきた。あ、もうどうやって入るんだっけ、扉。扉に ZL です、ここです。おーおーおー、よいしょ。え、開かない。開かないですか。ん、あ、またしゃがんでるんじゃないですか。ほんとだ。え、あ、そこに置こうかなって。開けないですかね。しゃがんじゃって、私も思わず。ここ、あ、落ちる。
こしっしてるな、しっかり。あーもうむずい。むずい。むずいですか。ここはなんかキュッキュッてなってる理由は特にないよね。あ、ないと思う。これおしゃれ、おしゃれ、おしゃれなんだと思います。じゃあ組み立てるか。はい、とりあえずでもこれで一回組み立ててみても楽しそうじゃないですか。階段広くしたいよね、なんか一人ずつしか。そうか。階段広いの欲しいですよね。まず真ん中でいいのかっていうのも、それも確かに。ど真ん中でよろしいですか。ガラスちゃんが、ガラス壊しちゃいますか。壊しちゃうの。はい、壊しちゃいました。また探しに行きましょう。砂、砂焼いたらできるんで。ここに階段を設置しよう。よし。あ、階段じゃないこれ。それはただのブラッドですね。階段持ってない。社長でも持ってたかもしれない。ん？階段。あ、白い階段ならありますよ。白にしよう。あ、白にしよう。いいじゃん、かわいい。じゃあ白い階段をセットしていきます。手すりが欲しいですよね。手すり落ちるから。あ、床の色も白にしたらいいんじゃないですか。うんうん。床そこだけまだ土なんです。すごい、もうお家になってきてる。もうお家ですか。うん。あれ。ちょっとお酒のおじさん。階段がない。階段ないよ、すいません。こう、もう夜、これもしかして。あ、そろそろ夜ですかね。寝ちゃった。よいしょ、寝てみよう。で、あ、寝れました。で、こちら夜ですよ。ゾンビ来ちゃう。寝ましょう。